運勢広し運勢広しは中国秋葉の構想。石膏省甲州府、新潟県の出身。属性は陳氏。字は普通、号は蓮池。ゆえに蓮池大師とも称せられる。また、雲聖寺に従したことから雲聖王将とも呼ばれる。中国浄土宗の第八祖に犠せられる。秋葉の四大構想の一人に数えられている。 全州と浄土州の両者の研修を解いた。その成果は、広州の持ち族であり、父の名は、徳官といい、名人士先生と合した。母の姓は、修士である。十七歳の時に秀才に合格し、小生となった。学業に優れていたが、その志は外にあった。常に、私政時代と所して、書宅の前に置いていた。妻として、長子をめとったが、 出産時に亡くなり、後にまた義子をめとった。27歳の時に父が亡くなり、31歳で母が亡くなった。そこで決心して出家し、西山無文寺の聖典のもとに身を投じて出家し、波に学業案夜を開始した。僕高志の高吉5年、甲州の雲蛛清算に至り、廃寺となっていた雲蛛政治を重修して再興した。その諸説は、 全清志僧をさむと、普通受話であり、全、浄土、受教を共に学ぶくも青年物集を起こした。また一方で、戒律修行を重視しており、真議を制作して、同族千四人を挙動した。両言行、阿弥陀行、盆毛行、伊、乗常を注釈した。新宗の万四十三年に病に倒れ、短座して西方に面し、念仏しながら没した。 ありがとうございます。